パトリアーカ・サー・ロバート・フィルマーは、イングランド王国ケントイースト・サットン出身の政治思想家。1680年に公判されたフィルマーの主張、パトリアーカは、旧約聖書を転居に、神が人類の祖先であるアダムに対して、家族や子孫などを支配する権利を授け、その権利は、代々の家父長に相続されていくのは、王権もこの説に由来するとして、 絶対君主制の基礎づけとなり、王権神授説の代表的な文献となっている。熱心な王党派で、ピューリータン革命が起こった際には、絶対王権の擁護に努めたため、東獄や邸宅の没収を何度もされた。余談だが、フィルマーは10回ほど邸宅の略奪にあったとされる。1588年頃、 イングランド王国県都のイーストサットンに父さ、エドワード・フィルマーと、母エリザベス・フィルマーのもとに長男として生まれる。1604年、トリニティ・カレッジに入学するが、学位は習得せず、翌年1605年には、リンカーン放送院に通った。1618年8月8日に、アン・ヘトンと結婚。セントレオナルド教会で挙式が行われ。 あとに三人の息子と一人の娘を育てた。1629年11月に父エドワードが亡くなるとフィルマーは父の財産を引き継ぎ、1630年代には軍の役員として働いた。この頃より後の主張となるパトリアーカを執筆し始めたとされる。1641年にピューリータン革命が起きると熱烈に、 王党派として国王チャールズ一世を支持したため1643年に投獄された。1647年までには釈放されたとされる。1653年5月26日に亡くなる。主な著書に1652年に書かれた政府機嫌論や制限王政の無政府状態、絶対王権の必要などがある。ありがとうございます。